皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アタックセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマはできない営業3つの特徴です。今日はどのような順番でお話を進めていくかというと、まず1つ目、できない営業ってそもそもどういう営業のことを指すのか、私なりの定義を皆さんにお伝えしたいと思います。そしてその後はどういう営業ができないのか、その3つの特徴をお伝えしたいと思います。では行きましょう。まず私が考えるできない営業というのは、まあシンプルに目標を達成できていない営業ができない営業ということです。皆さんの中にどういう定義がありますか？私の定義は非常に明確ですよね。目標未達成の営業はできない営業だと言ってるわけですよ。例えば目標が1億円、1億円の目標に対して 98% の達成率の人がいたとします。その人は売上実績として9800万円出したということですよね。一方で 60% しか達成してないと。そうすると1億円の目標だったら6000万円となります。9800万円と6000万円ではものすごい違いがあって、でもしこの2人を比較するというんであれば、6000万円しか実績を出してないような、そういう営業ができない営業だっていうふうにレッテルを貼る人はいるかもしれないんですけど、これね、何と比較するかなんですよ。これとっても重要な話なんですね。何と比較するか、営業管理する上でもデータを分析する上でもとても重要なのは比較なんですよ。ある基準と比較するのか、誰かの参考値と比較するのか、過去データと比較するのか。よく言うでしょ、昨年実績よりも今期の方が数字が上がってますって、自分の都合のいいデータと比較したがる人っているわけですよ。会社としては必ず基準を決めなくちゃいけません。これを物差しと言います。会社としてはこういう物差しで測るんだよと。ですから私どもの物差しはとても簡単ですよね。目標です。だから正しく目標を設定してくださいということをかなり言っています。私どもはアタックスといって、アカウンティングとタックス、会計と税務の会社ですから、必ず会計的なセンスでこの組織目標とは本当に正しいですかと言います。現場から積み上げてきた目標なんか絶対設定してはいけないし、昨年実績よりも 5% アップで目標設定しろとかね、そんなのも絶対ダメです。財務的に見てどうなのかということになりますよね。売上ではなく、今だったらやっぱり利益目標というのはとても重要です。この不確実性の時代ですから、売上がこれぐらいあれば利益はこれぐらい確保されるだろう。じゃあ利益目標をどう達成していくのかということがとても重要です。私どもは利益目標で言うと、経常利益でもないし当期純利益でもないです。営業利益というものを目標にすることを皆さんにお勧めしています。ですから相当販管費の中の勘定項目ってね、相当あるわけですけど、この中身も熟知してないと利益目標って達成できないですよね。何にお金を投資して何にお金は投資しないのか、このあたりもしっかり見ていかないといけないわけですので、ただ売上目標だけね達成させるとか、そんなんではないということです。で、話を元に戻すと、ちゃんと目標があって、その目標と比較して達成しているか達成していないか、この2つだけなんですよ。ですから朝9時出勤だって言うんであれば、9時までに出勤しているか、それとも遅刻しているか、このどっちかですよね。例えば A さんは9時5分に出勤した、 B さんは10時に出勤した。 A さんは B さんに言うわけですよ。お前10時に出勤するってありえないぞって。10時に出勤した B さんは、お前こそなんだよ、いや俺は5分遅刻しただけだよ、お前1時間も遅刻してるじゃん、ありえないって。ってこのねやり取りって皆さんどう思います？ほとんどの人は遅刻せずに出勤してるんですよ。その人たちから見たら、どっちでもいいって。5分遅れていようがね、1時間遅れていようが、どっちも遅刻もありえないってって言うことじゃないですか。だから、いや、95% の達成率です。あの人は 70%、あの人は 60%、私は 95% ですよ。私は 92% です。私は 88% ですから、まあまあいい方ですよね、とか。そうじゃないんですよ。皆さん、テストの点数と勘違いしてませんかってことです。100点満点で95点とか98点とか88点だったら結構いいかなっていうふうに思うかもしれません。違うんですよ。100点満点で物事を見てはいけません。
だって100点満点のテストで100点と比較する人っていますか？自分なりに今回のテストは80点いけばいいかなとか、95点ね、どうしても取りたいなとかね、いろいろあるわけでしょ。で、その自分の持ってる物差しと比較するということです。これを必ず頭に入れて、ちゃんと営業組織のメンバーとしてやってますかってことです。98% か 95% No! できない営業ですということです。では、このできない営業の3つの特徴、簡単です。まず1つ目、足し算しかできない。2つ目、見えるものしか見えない。3つ目、謙虚になることができないです。まず1つ目、足し算しかできないということは、引き算もできないし、掛け算もできないし、割り算もできないということです。逆算思考ができないわけですね。いろんなことやってます、頑張ってます、評価してくださいっていうのは足し算の思考です。そうではなくって、期限があって、あと1ヶ月しかない、あと3週間しかない、あと2週間しかない、こういうふうにカウントダウンってできますか？1億円の目標に対して実績が今6000万円です、あと4000万円ですよねと。今7000万円まで積み上がってきました、あと3000万円ですよね。これ全部引き算ですよね。引き算してどれぐらい足りないのかっていうことをずっと頭の中に入れていますか？で、足りないものっていうものがあって、じゃあ自分が平均したその商談の単価っていうものがあるんだったら、それで割っていけばいいですよね。さらにコンバージョン率があるんだったら、これぐらいの商談のね、制約率だっていうんだったら、そのコンバージョン率で計算していけば、どれぐらいの商談数というものを自分が持つことによって、あと足りない2000万、3000万円という数字をカバーすることができるかが分かってきます。足し算しかできない人っていうのは、頑張ってること、努力してること、自分はこんなにいろんなことをやってますっていうことを評価してほしいということになるわけですね。逆算思考ができない。だから、足し算しかできないっていう人ができない営業の特徴の一つです。二つ目は、見えるものしか見えないというものなんですけど、まあいわゆるね、引き合い対応しかやっていないような、まあそういった営業さんですよね。ですから、これだけだったら商談として案件として足りないわけだから、だから自分なりに探していかなくちゃいけないですよねと。もっとね、自分たちの商品、自分たちが扱っている商品とかプロダクト、製品サービスというものを提案できるようなお客さんを探してこなくちゃいけないでしょって言われても、そんなどこにあるんですか？顧客リストを作れって言われますけど、そんなね、私どもが行けるようなお客様ってどこにあるんですか？教えてください。なかなかないですよって。つまり今までずっと待ちの姿勢で営業活動をしているわけですから、リカバリーができないんですよ。どれぐらい足りないかっていうことが分かった。つまり引き算はできます。割り算も掛け算もできますけれども、確かに足りない数字は分かりますけれども、でもそれどうやってやったらいいんですか？だって私どもが関わってるお客様でこのお客様ぐらいしかないですよと。その他のお客様がなかなかないわけだし、だったらこの目標の設定の仕方がおかしいんじゃないですか？みたいなことを言ってくるわけですよ。だから最初に言った通り、財務的な知見がないと、この目標がおかしいって言い始めるんですよ。マーケットっていうものをちゃんと見えない。つまり、目標未達成リスクを回避するためには、どのようなお客様に提案したらいいのか、どのようなお客様が当社の商品をご購入いただくのか、その発想が全く思いつかないんですよね。そんなどこにいるんですか、そんなお客様が、と平気で言ってしまう。普段から見えているものしか見ていないということになるわけです。ですから、例えばキッチンで料理をしています。塩とか胡椒とか醤油はあるんですけど、こういったスパイスが全然ないんですけどっていう人と同じじゃないですか。いや、この引き出しを開けてみたんですか？あっちの倉庫行ってみましたか？それでもなかったら買いに行けばよくないですか？っていう話じゃないですか。どこの引き出しなんですか？とか、あそこの倉庫なんて行ったことないんですけど本当にあるんですか？とか、買いに行け言われてもどこに買いに行けばいいんですか？とかね、こんな話ですよ。つまり自分が見えてるものでしか料理しませんよみたいなことを言ってる調理人と一緒なんですよ。はぁ？って言いたくなるじゃないですか。冗談だろっていうことですよ。でもそういう営業っていっぱいいますよ。3つ目が、謙虚になることができない。自分なりにやってますとか、自分のできる範囲で努力してますっていう、この口癖の人っていうのは確実に横柄です。謙虚さが足りなさすぎます。自分だけでできると思ってんの？っていうことじゃないですか。チームの一員でしょ？組織のメンバーでしょ？なぜ組織の中のリソースを効果効率的に活用したいと思いませんか？しなきゃいけないでしょ？っていうことです。なかなかスキルが上がらないんで営業成績がアップしませんと。いや、あなたのスキルに期待なんかしてませんよと。それは1年、2年、3年経って、まあスキルは磨いてくださいと。
あなたがスキルアップするまで私たちは待ってられません。あなた以上にスキルがある人、商品知識がある人、お客様の人脈がある人、そしてお客様と信頼関係構築しやすい人、いっぱい周りにいます。なぜその人たちに相談しないんですか？ですから、できない営業ほど自分なりにね、頑張ってます。自分なりに頭使ってます。悩んでるんですけど、なかなか妙案が思いつかなくって、いや、相談したのか？一緒にお客さん連れてったのか？やってるっていう話です。組織にもかかわらず、なぜ個人で単独行動するわけ？単独で考えちゃうわけ？ありえないってことですよね。できる営業ほど人の手を借りるんですよ。それがうまいんです。社内の人脈だけじゃなくってお客様にも聞くわけですよ。どうしたら買ってくれますって。本当ですよ。できる営業ほどお客様に直接的に聞きますからね。そういう質問もダイレクトにやってしまいます。これを見ている皆さんはいかがでしょうか？大体経営者とか組織マネージャー、営業部長さんとか営業課長さんとか営業企画部の部長さんとか課長さんが多いんじゃないかなと思います。そういった営業さんはいませんか？足し算しかやってないとか、あとは見えてるものしか見えていない人とか、こういうものが足りないだろ、こういうものが抜けてるだろって言っても、って言われたらわかるけれども、自分から探しに行かないわけですよね。そして自分なりに頑張ってるかもしれないんですけど、他の人の手を借りようとしない。相談もしない。全然そういうことをやらずに、いや自分の努力不足です。そんなことを軽々しく言うもんではないってことです。まずは組織の一員なんだから、みんなの手を借りて、そしてまずは目標を達成する。目標達成してから営業スキルなんて磨けばいいんです。今回の動画はいかがだったでしょうか？この話ってほとんど余罪管理を導入することによって全部解決するんですよね。多分余罪管理を知ってる方っていうのはもう分かってらっしゃると思います。ぜひこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったっていう方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そして余罪管理のことをもっと知りたいっていう方はもちろんこの他の動画もそうですし、私のメルマガ登録してください。そうすると余罪管理に関するいろんなセミナーの案内とかが届くようになります。それではまた皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。